坂口拓は、日本のアクション俳優、アクション監督、アクションコーディネーター、映画監督、YouTuber ーー、忍者、石川県出身。俳優で、主にアクション俳優の主役として活動している。あずみ、東京残酷警察、戦闘少女決の鉄仮面伝説など、悪役も演じることも多い。アクション監督時には、匠海は都郎名義でクレジットされることがある。 バーサスで映画デビューし、この作品が海外でもヒットしたことにより、スピードマスターとして、世界でも名の知れたアクション俳優となる。数々の主演映画を経て、今日武蔵の撮影を機に引退を決意。2013年3月4日に俳優業を引退したが、2014年5月にタクとして復帰した。は、トリプルクラウンとして、坂口拓、下村雄二。 稲川義高の三人の意味が込めてある。復帰作の RE、ボーンは軍事格闘のスペシャリスト稲川義高推しと仰ぎ、ウェーブという日本の古武術を取り入れた身体操作をマスターし、実践で使われている本格的な霊距離戦闘術を学び映画に取り入れた。坂口の技が本格的すぎて、世界各国の軍事関係者から、 本物の兵士だと勘違いされたという逸話がある。2020年にクラウドファンディングで日の目を見た映画京武蔵は71分のアクションを1カットで撮ったということで話題になる。2019年に映画京武蔵のプロモーションの一環として YouTube 宅チャンネルの配信開始。本格的な軍事格闘術から坂口がモットーとするリアルアクションをバラエティ豊かに表現する。 動画コンテンツが様々な方面から話題になっている。2020年には稲川義孝氏の霊距離戦当日団体のインビジブルユニットのウェーブマスターとして就任している。アクション俳優の指導を行っている。出演作は省略。パッチに。井筒和幸監督。ありがとうございます。